これは表面に超撥水コーティングを施したガラス板。ここに水滴を垂らすと、水滴が水玉になる。超撥水素材は水を弾く性質を持つのである。ここまでは以前も紹介した。しかし超撥水素材が用いる機能は単純に水を弾くだけにとどまらない。おもちゃのモーターボートを用意した。水に浮かべてプールの中をぐるぐると走らせる。次に船に超撥水コーティングを施してみた。これを走らせると先ほどよりもなんだか早く見えないだろうか。映像を並べて比べてみよう。右が超撥水コーティングされた船、そして左が先ほどのコーティング前の船。よーい、スタート。やはり右の方が早い。時間が経つとともに差が広がっていく。超撥水の水を弾く性質により船にまとわりつく水の抵抗が減るのだ。水の抵抗が減ったことでその分船のスピードが上がったのだ。さらに超撥水コーティングを用いた別の実験をしてみよう。今度は金属のブロックの上面に超撥水コーティングを施した。ブロックの一つを水に沈めて、もう一つのブロックの撥水面を下に向けて近づける。この二つのブロックの撥水面同士を押し付けるとあることが起きる。やってみよう。何も起きていないように見えるが、ブロックを持ち上げると下のブロックも持ち上がった。くっついている。ブロックを水面から出す。しばらくすると落ちた。一体何が起こっているのだろうか。この現象、空気中では起こらない。ではコーティングされていないブロックを水中でくっつけてみるとどうだろう。これもくっつかない。コーティングされた面同士を押し付け合うと超撥水の水を弾く力によって2つのブロックの間にある水が全て外に押し出される。すると周囲の水の水圧によって2つのブロックは押さえつけられ水中でくっつくのだ。吸盤を平らなものに押し付けてくっつけるのと同じようなことが水中で起きているのだ。そして水面からブロックを出すとブロックの間に空気が入り込み離れ離れになるのである。このように超撥水という物質の持つ一つの性質からも使い方次第で全く別の機能を引き出すことができるのである。未来の科学者たちへ。ニムス。